はい、どうも、なおちんです。さあ、今日もドラクエ10オフラインやっていきます。チャンネル登録、高評価をよろしくお願いします。それでは、行きましょう。さあ、ついに、レベルがマックスになりました。なんと、今回、レベルマックスが、70なんですよ。70でレベルが止まります。次のレベルまで0ですね。70で、それからは上がりません。で、主人公だけが、必要経験値が若干少なくなってます。まあ、他のキャラは340万、天井なんだけども、主人公は310万。まあ、30万ぐらいか。そう変わりはないんだけどね。まあ一応ね、職業がいっぱいあるんで、ちょっと少なくなってるのではないでしょうか。で、70なんだけども、おそらく、アップデートでどんどん解放されていくのではないでしょうか。最初のアップデートで、90まで。で、次で、100まで行って、最後120とか、そういう感じに上がっていくんではないでしょうかね。ちょっとそこはわかんないですけどね。というわけで今日はめちゃくちゃ簡単なレベル上げ方法を紹介したいと思います。レベル60ぐらいからね、なかなか上がらなくなるんだけども、この方法を使うとゴリゴリレベルを上げることができますよ。アイテムが必要になるんですけども、そのアイテムが、福引券ですね。福引券を大量に入手しましょう。福引券は、お店で買い物をするともらうことができます。500ゴールドにつき1枚、福引券を入手できるんですよね。なので、とにかくたくさん買い物をします。とにかく買う。一応いっぱい買って、その後売ればいいので、とにかくありがで全部つぎ込んでいいので、買ってください。ありがね、全部使いました。57個買えましたね。で、買ってしまったら、あとはそれは売って構いません。うん。で、ちょっとゴールド戻ってくるので、またそれで、買って福引券を集めていってください。福引券が集まりましたら、あとは福引をガンガン引いてください。700連か。行きましょう。で、この時に、連射器があれば、ここでね、OK ボタンを、連打したまま放置できるので、ちょっと楽になります。まあ、ここで連射器がなければ、自分でね、カタ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 押してやってください。結構時間かかります。これ引き終わるまで。結構時間かかるので、連射器あるとほんと便利ですね。で、これ福引き何回もやってる人はわかると思うんですけども、魔法の清水系と、あと、メタルな香水。で、世界樹の葉でしょ。あと、元気玉か。そういったアイテムが、とにかくめちゃくちゃ溜まるのよ。で、99個になってしまうと、福引きが引けなくなるので、もうその都度、捨ててください。もう、売れないので、もう、どんどん捨てていいです。とにかく、捨てて、ゼロにして、引きまくってください。多分700連回すのに20分以上かかるだろうね。はい。まあ、とにかくここは連射器が便利です。福引き終わりましたね。700連でどれぐらい出たんでしょうか。メタキン8個か。8個です。まあ、700連で、運が良ければ12、3個出ることもあるんだけどね。今回は8個だけでした。で、お金が少なくなってきたなと思ったらば、一緒に出てくるゴルスラ軍団コイン、これを使ってお金稼ぎをすると大丈夫です。まあ、お金はね、そんなに減らないので、安心してください。まあ、とにかく、このメタキン軍団コイン、これを集めてください。そしてコインを入手しましたらば移動します。レンドア島の北、こっちですね。レンドア島着きました。そうすると、
マップのね、左端のところに、コインを使えるキャラクターがいます。ドロシーだね。で、こいつに、コインを渡すと、メタキン軍団と戦うことができます。で、やる前に注意がちょっとあります。まず、道具の、これ。さっきの福引きで出てきた元気玉使ってください。経験値が2倍になります。なので、これは絶対に使うようにしてください。そしてね、装備だね。あげたいキャラクターに、頭、エンゼルスライム棒、これをつけてください。今だったらば、多分皆さん持ってると思います。早期特典のアイテムでもらえますので、これですね。もしも、持ってないっていう方は、カジノかな。でもカジノではね、結構な、枚数必要になるんですよね。まあ、これをつけると、10% 経験値が増えます。まあ、10% ですけども、結構美味しいですね。そして、スキルパネルのラグアスを見てください。あれ?ちょっと待って。ラグアスを見て、ここ。獲得経験値 40% アップ。これもつけてください。通常は 10% アップなんですけども、まあ、金のパネルと銅のパネル、これを合わせると 40% まで上げることができますので、かなりお得になります。これは絶対つけるようにしてください。で、これプラスで、ベストスマイル、これも覚えますので、これも絶対に使っていくようにしてください。多分ね、最後のメタキンにだけ使えると思いますので、まあ、メタキンに、ベストスマイルをつけて、フィニッシュで倒すようにしてみてください。では、実際どれぐらい経験値が入るのか見てみましょう。経験値は、なんと、128,813。で、プラスで、10%。10% でもないけどな。まあ、こんだけ入ります。めちゃくちゃ美味しいですよ。ちなみに、職業別のレベルですけども、結構上がってきております。こんな感じですね。もう少しだね。あと、魔法使いと、武闘家、盗賊、旅芸人を上げると、まあ、全員50代になりますね。50になると、称号がもらえるので、一応そこまでは上げようかなと思っております。はい。バトルマスターは、レベル70のマックスですね。はい。ということで、今日は超効率のいいレベル上げ方法をやってみました。簡単にね、レベルマックスの70まで上げることができます。そうだね、2時間、もしくは3時間あれば、いけると思います。やってみてください。ということで、またやっていきます。チェックをよろしくお願いします。そして、チャンネル登録と高評価もよろしくお願いします。それではご視聴ありがとうございました。